さあこのコーナー、歌手の方にアカペラで1曲歌ってもらいました。その曲をバラバラにしてつなぎ替えています。皆さんには何を歌っているのか、その曲名を当てていただきましょう。いいですね、バラバラにつないでますんで、一体何の曲を歌っているか当てていただきましょう。さあまず最初の曲はこの曲、何を歌ってるんでしょうか。皆さんこんにちは、キングトーンズです。これから私たちがある曲を歌います。何を歌っているか当ててください。パッ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 ナーパッとよパッとジョーパッとチキチキチキパリンパリンパリン、いつおっとリボン、踊るポンポコリン、正解。これはすごいな。さあ正解 VTR 見ていただきましょう。どうぞ。パッ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 ナーフワッとボワッとチキチキインチキおじさん登場、すくすくキヨスクは駅の中、ハラヒーハラヒーピーヒャラピーヒャラ、踊るポンポコリンピーヒャラピー、お腹が減ったよ。ということで正解は踊るポンポコリンでした。はい、リボン正解、よくわかりましたね。これはすごい、いやどういうところでパッ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 ってところでパッパパラリなのかな。すごいね、これは。こんなはやったら思いませんでした。さあ、続いては、あ、え、徳さん、徳さん、え、違うの、徳さんが何、お嫁サンバ歌うんですか。いや、もう終わった終わった2回もいらんやろ。何ですか。クイズいきますか。え、何、加山さんが寝る。いや、加山さんはもう寝た、散々寝た。靴きれいに揃えて寝てたの。え、な、何なんでしょう。あ、何これ、あ、中継、これ、カッペイさんかなじゃないみたいですね。横浜のサンタマリア号に、高西さんが行ってると思うんですけども、はい、横浜はとってもいいお天気ですよ。いや、それはええやろうけど。それでですね、みなとみらい21という地区の中で、コロンブスの500年記念のイベントとしまして、サンタマリア号がですね、今私の後ろの方に見えますか皆さん、ついてるんですよ。あ、今見えてますね。はい、このサンタマリア号がですね、2年の歳月をかけて作られた船なんですけれども、この船はですね、スペインのバルセロナを去年の7月に出港してから10ヶ月かけて、大西洋、カリブ海、太平洋を越えて今年の4月28日にようやく神戸に到着したんです。その距離がなんと3万5000キロ。この船はエンジンがついていませんので、風任せの旅をずっと続けてきたわけなんですね。現在その船の航海の模様をご覧いただいていると思うんですが、時にはものすごい試験に悩まされたこともありました。船員の皆さんがもうみんな船酔いでダウン仕掛けたこともあるそうなんですね。そのすごい様子ご覧いただけますか。船がもう木の葉のように揺れているでしょう。そして、このすぐそばまで参りました。これからこの船に乗ってみようと思うんですが、幅が8メートル、全長がおよそ32メートルと、ちょっと大きめの漁船と考えていただくと、そのイメージがわかると思います。今階段を登って上に参りました。21人いたクルーのうち8人が今日わざわざ集まってくれました。こんにちは。こんにちは。今日の横浜も暑いんですが、航海の時はまた随分すごかったんでしょうね。そうですね、真夏にスペインを出て、ずっと暑いところ南を通ってきましたから、もう信じられないほど暑かったですね。はいはい、そしてと、神戸に着いてから日本全国を回られたそうなんですが、いろいろなところでみんなの温かい、励ましに遭われたそうですね。そうですね、どこの港行きましても大変な歓迎をいただきまして、素晴らしい航海、日本海航を続けております。はい、はい、ちょっと何かお持ちですね。そうなんです、これはじゃあクルーからみんな集めまして、チャリティーの方に、お小遣いを。徳光さん、こちらのように24時間テレビにいただきましたよ。はい、皆さんサンタマリア号の皆さんね、ありがとうございます。はい、加山さんお仲間がいらっしゃる。あ、加山さんは、
一緒に踊りになったんですよね。山本船長言います？山本さん今日ちょっと都合が悪くて、もう陸上上がりました。はい、そうですか。いや僕もね、バハマ近辺でね、乗ったんですよ。サンタマリアに。あら。丸2日間。はあ。サンサルバドル島からね、ナッソーまで乗ったんです。乗り心地はいかがでした？いやこれがですね、私はいろんな船乗りましたけど、これほど揺れる船はないです。ああそうですか。今止まってますけど揺れてるんですよ。だから太平洋を渡ってここまで来たってのは大変なことですよ。あそうですか。その時の仲間が後ろにいらっしゃると思うんですが、覚えてらっしゃいます？ちょっとよく見えないんだけどね。ちょっと見えないんですよ。ちょうど暗くなってるし、懐かしい顔見せてねえから。皆さんよく日焼けしてらっしゃいます。あこの皆さんそうでしょ。ね。さ、歌を一緒に歌ったんだよね。そうですね、バハマでね、一番それがみんなの思い出だそうですよ。セーリング歌ったんですよ。だからね、カラオケ持ってるんですよね。で、ブドウがね、僕の歌ばっか持っててくれてね。あ、そうですか。それでね、結構みんなで盛り上がってね。でもなんかね、やっぱ海の男を勇気づけるのは加山さんの歌かもしれませんし、はい、でもあれですね、コロンブスがアメリカ新大陸到達500年ということでありますんで、そのサンタマリア号にですね、加山さんも乗ったということでありますんで、一緒に歌を歌わない？ちょっと一緒にどうですか、です皆さん。そうです、皆さん。そっちとこっちで。何がいいですか？ねえ、もしあればサザンのチャコの海岸物語かな。オッケー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 。来ましたね。ありますか？いいですよ。加山さんいいですか？はい。ありました、ありました。だってよ、なんとか頑張ってみます。加山さん、加山さん目指して。いやだから誰か一緒に、その辺で。じゃあさ、男性、高田純二さん。高田さん。高田さん、大仁田さんもお願いします。吉村さん、海岸物語、野々村さんもどうぞ前の方にお出になってください。誠さん、助けてよ。一緒に、サンタマリアの連中と一緒にチャコの海岸物語をね、ワンハンドぐらいしたい。あら素敵ですね。なんか加山さんの思い出話ってありますか？そうですね、大西洋終わり頃なんですけど、加山さんが乗られてた時にちょうど誕生日を迎えたクルーがいて、彼のために2時間も加山さんが歌を歌っていただいたっていうのは。ではみんなで一緒に歌いましょう。はい。抱きしめたい、愛がんで若い二人が恋をする物語、目を閉じて胸を開いて裸で踊るジルバ。森は南の島へ飛んだ、まばゆいばかりサンゴ礁を。心から好きなよジャンコ抱きしめたい、だけどもお前は釣れなくて、もし岩が遠くに見える、涙あふれ